岐阜市の岐阜東幼稚園では、普段食べているお米がどう作られているのかを学んでもらおうと、2004年から地元の農家の協力でもち米の田植え体験を行っています。毎年親子で体験していますが、今年は新型コロナ感染防止のため園児だけで挑戦。膝まで田んぼに浸かり泥だらけになりながら、見よう見まねで苗を一本一本丁寧に植えていきました。楽しかったです。泥まみれになって面白かった。園児たちは秋には稲刈り、12月には餅つきも体験します。